アニュハセヨーミヒエヨー、皆さんこんにちは、ミヒロです。今日は新宿に来ました。なぜなら韓国語体験レッスンをします。あー、ついにこの日がやってきた。楽しみだ。体験レッスンから帰ってきました、すごく優しい先生でフレンドリーでとっても楽しかったです。なのでちょっと韓国語習おうかなという決心ができました。なので今日教えてもらったのは母音と子音の発音の仕方と書き方ですね。今お家にある韓国語の本がこれなんですけど、これに書いてあるこれ、これをまず丸暗記をしないと始まらないということで、ちょっと復習をしたいと思います。あーやーあーあーあーやーおーやーうーゆう、い、あの口で音を発音する。難しいですね。これをまずあゆえおみたいにスラスラスラって言えるように覚えなくてはいけません。あーやーあーよーおん、やよーやよーよーよーやよーが、きゃ、が、きょ、ご、きょ、ぐ、きゅ、ぐ、き。韓国語を覚えてみんなと話せるように頑張ります。しゃ、なのでこれから私の韓国語の勉強風景をちょこちょこ撮っていくので、皆さんぜひ、まあ成長ぶりを、見届けてください。では、とまんなよー。バイバーイ。